デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメラ行きたいコーナーということで、今日もビシッパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。もう一人、リドおばさんです。サバ踊りリドおばさんのロタロウウロタです。ウロタさんね、ウロタさん、て逆リドおばさんのウロタさん、ウロタさん、タロウタロウウロタ、ウロタです。ウロタです。ウロタです。今日はね、はい、ウロタさんを特別に呼んでね、はい、ウロタさんがね、もうバンバン喋りたいっていう。俺は答えたいんだ。もう俺は答えるんだ。いう質問がちょうどね。なんで俺が質問コーナー出てないのか謎だもんって言ってたもん、いつも。毎日やりたいって。そう、いくら積めばこれで入れるってよく言ってくるもん。毎日1本やりたい。もう1日1本。俺も質問答える。そのためにここまで来るよ。で、これぐらいの札束でこう、頬を叩いてやるから。まだお金もらったことないんだからな。はい、ということでこのコーナーは皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて今回は YouTube 動画ゼロインはどのタイミングで何メーターで合わせるデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。田中さんからのコメントありがとうございます。優しい、優しい、それを思い出してたのねいつも動画を拝見させていただいています。質問があるのですが、お二人は定例会におけるグレネードの使用をどのようにお考えでしょうか。私はグレネードの使用に対してどちらかといえば否定的な意見を持っています。打ち合いに比べリスクが少なく勝てることや、弾が当たっていない場合でもゾンビを疑われることを懸念してシチュエーションヒットを取ることが多いためです。半日で3回グレネードをもらった時には何とも言えない気持ちになりました。はい、個人的にはあり、はい、うん、グレネードが何でありかっていうと、最高のブラインドショットだと思うの。あれってブラインドショットうんぬんとかって結構話題になる時あるでしょ、サバゲーのルールで。グレネードって認識しないけど投げるじゃん。でもあれは OK だけど、ブラインド禁止とかって言われるんだけど、あれはゲーム性も楽しくなるじゃん。裏側に敵いるかもしれないからコロコロっていくって。でヒット判定を言ったらさ、むちゃくちゃ微妙だよね。見えてねえんだもん、壁一枚越しに投げたから。で、まあ、実際に当たってない時もあるしね。ある、あれはね。あとね、当たってるかもしれないけど、うん、全然気づかない球ってあるんだよ。あれプシャーって目の前でちょうど俺があったのが、プシャーっつってこういった球ある。グレ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 、ヒットだよな、でも俺ってその場合ね、ちょっといや当たってないけどねって思っちゃうのは確かにあるんですけど、まあ、ゲームとして面白みの一つではあると思うんで、俺も個人的にはまあありでいいかなと、あり方向思ってるんですけどね。そこでリドおばさんの、うん、はい、現役のイベント主催して、サバイバルゲームも週に83回は行くって言われて、3回も行ってない。週に闇闇1000時間やるって、1000時間やるって言ってたから、一週間1000時間あったって。平均1000時間やる。うちら無責任ですね、ざっくばらん。1000時間さばけされる。なんたらの部屋みたいなとこ入った。あ、3日しか入れないからね。精神とかんとこの部屋でしょ。で、どう思いますか、グレネードですけど。で、これ正直に答えていいんですか。あ、正直に言ってください、むしろ。僕は別にいいんじゃないでしょうかね。あ、アリ派ですか。アリ派です。いや、使わないです。じゃあ、まあ、されたらすぐ当たってなくても死んでます。今回公開なんで、はい、目の前の人たちも聞いてみましょう。はいはいはい、どう思います、グレネードありですか、なし。あんま好きじゃない。ああ、否定的な意見でしたね。ロッケンさんどう思います。一番結構なしですか。あ、なし。あ、ブラインドのやっぱ観点からいくと、クマさん飛ばしてしまう。クマさんサバゲーまずやらないですけど、セーフティーのプロなんで。セーフティーのプロだからね。セーフティーでそれグレネード出てきたらそれダメだ。もうそれダメなんで。セーフティーダメだ。ダメですよ。セーフティーだって。怒りますよそれ。セーフティー。ニョッチどう思います。あり。あり。あり。
伊豆さんは。あの心臓止まるかもしれないです。騒ぎできないんですか。セーフティーのプロ2人だね。セーフティーのプロ2人。アズはどうですか。使わないけどされるのは好き。好き。え、エム。ちょっと目の前でこうゴロゴロ。ほら。シャーってなった。ほら気持ちいいだろみたいな。猫のようなあれは問題外なのか。おちゃんどう思います。ありだし。ありでもいや、グレ使うんなら前段グレにしてくれよ。あーなるほど、中途半端な合わせじゃなくて、グレオンリーで言ったらどうだろう。グレオンリーでもう30個ぐらいぶら下げて。あーありだね、俺もそれはでしょ。すごいありだと。あ、ありありちょっと食い組みでしたね。あだったらありあの壁一枚でさ使わないけど。でもサバイバルゲームの概念から言うと、やっぱり決着をつけるサバゲーには僕なしなの派ではあるんです、ね、あの銃だけで決着をつけるようなエイムだけの力でやりなさいっていうサバゲーにはなしでいいと思ってるんです。なぜかというと銃で決着つけるために銃をカスタマイズして技術を見に行く。でも戦術的な動きをする場合には効率的だと思うんですね。そのクリアリングの楽しみがあって、まあここの3人でチームを組んでたら、1番員をやってる自分がいたら、なるべくクリアで死亡リスクを下げるんだったらグレーを入れて、その後バシャーって入ったら2人でエントリーしとくとか、なんかちょっと雰囲気が楽しいかなっていう感じなんですよ、俺の中では。実戦での使い方もいろいろね、そのフラッシュバンなのか、うん、本当のね、あの手榴弾としてのフラグのね、うん、なのか、ちょっとね、使い方はいろいろ違いがあると思うんですけど、まあ、実際あの来るって分かったら結構耐えられるらしいんで。そう、フラバンって耐えられるっていう、ね、実際にちょっと食らったことないんで分かんないですけど、あの物によってはね、ものによってはってなるっていう、今から来るよって分かってればなんか耐えられちゃったりとか、目もこう塞がれると視界を奪えないとかっていうのは聞いたことあるんで。実際はね、あの不意打ちじゃないと効果がないとは言われますから。なんか日常生活してる時に引き出し入れられるとバーンってパニックって、うん、何ってなるっていうのが結構あの何かの本とかじゃなくて、これ実際にそういうのをなんか経験トレーニングで使ってる人が言ってたら、グッてくるって思うと耐えられて打ち返されちゃうんで、まあ、大体ねあのカウントとかに聞こえてきたらね、あ今から突っ込まれるのかなって、3、2、1来ないんかいってねそういう時もね。違う違う、僕らはそれをやったわけですよ。 やりましたよ。 CQB でカウントを目の前で取ってて、うん、3、2、1、いや、待って、今から俺がカウントするから、今から3、2、1で GO で行こうっていうか、でっかい声でそこから全部言ってるから、後ろの人たちこう、うんうん、行かないね、目の前にいるけど、いいのいいの、分かったよって3、2、1なんで言ってくれないのなんで言ってくれないのって言ったけど、そんなカウントしてて行かないでしょ。行かないで、バレバレだもんだって原則としてはサイレントエントリーが基本のサバゲー。不意打ちしないと意味がないからね。ダイナミックエントリーにもダイナミックすぎるんだよねそれダイナミックでも不意打ちじゃないと、ね、今から行きまーすって言ったらそこ狙ってりゃいいだけになっちゃうからだからあの一番狙われるとこはあそこドア、ドアウェイね、カシュー店って呼びますけど、ここが狙われるんで、ここにいないことをできるだけいる時間を短くしてエントリーしていくっていうのがね基準なんだけど、でもやっぱりそういうところではグレネードあると面白いなと思うんだよね。そうそう、一発入れてからの方がうわーってなってるからエントリーしやすいとかね。サバゲーでもそうなんですけど、奇襲になるんですよね。グレが入ってきたら向こうも油断してるから入ってこないと思ってる場合があるんですよ。本当はグレイ入れた後にバーンって入っていっちゃうのが一番効果的なんですよね。あ、爆発っていう。ちょっとサバゲーで使ってるのに、ね、あの弾が出るタイプなんで、ね、自分も入っちゃったらヒットになっちゃうから、うん、ちょっと落ち着いてから入るみたいな。シューってなったらもう入ってくっていうのが本来は効果は。音だけのやつもあるけど、うん、ちょっとサバゲーだとね、その百何十デシベル耳元にパーンって食らうと。でもダーちゃんの声より静かなんだよ。そうだね、うん、あれは120ダーゼスペシャルってやってましたから、デミさんはね、まあ、1年ぐらいちょっと右耳がちょっと右側だけちょっと聞こえづらかったかもしれないですけど、ドイルです、バッキャーファーファーって言ってたねこっち側だけ食らってたと思った。あれは何の手榴弾よりやばかった
一応サバゲーで出てるのは100ちょっと105とか110とか、ね、ぐらいだね、うん、120出てましたからね。あの飛行機と同じぐらいの音だった、ね、ジェット機のエンジンの音って言われるのね。ちなみにその計測器が120までしか測れなかっただけで、実際はもっと出てたんじゃないのかっていう、ダーちゃんの思い出ですね。だからさっきロッケンさんとかも言ったけど、ブラインドショットの概念でいうとアウトなんですよ、完全に、うん、着弾が確認できないものを投げてるので。だからこれもね、いろいろ賛否両論あると思うんですけど、まあ、実戦ではねありえるんですよね、うん、結局ブラインドショットはね。ただサバゲーでやっちゃうとちょっとゲーム性とかヒット判定の兼ね合いがあって、まああまりよろしくないっていう風なね、すごいこともありますけどね。笑ってしまったのが、じゃあヒット判定を明確にする場合って、もうぶつけるしかねえなと思ったんですよ。どういうことですか？やりたいと思って、例えば目の前にコナダンと例えば出ました、うん、バンバンヒットって言うやっていう、これはもう危険ですからね。そうでしょ、物理的に物が当たっちゃうとあんまり危ないよ。インパクト式って言ったらぶつけた瞬間インパクトするわけじゃん。でもグレネードもほら下手投げ上手投げとかいろいろそのフィールドによってね、転がすように投げて、転がすようにやってくださいっていうのもあるんですけど、グレネードでも目の前にギュッと飛んできたこと俺はありますよ、やっぱり。だって下からこういっても結局上がっちゃうって、ね、で肩より上に投げないでくださいってレギュレーションだけど、ここファッと入って相手気づいてないよな、これって。いや勢いでね、結局行っちゃうんだよね。じゃあもうボーリングだ。そ、まあ、いやでもその感じでやっててもやっぱ興奮してこうね気合入ってるとバッて上がっちゃう。やっぱじゃあ俺剣山システムがいいと思うんだ、そういう時。え肩より上行ったら剣山プシッとこう、いや腹ペッコの、そうするといや本当はこう下上からこう叩きつけるのがいいって、そうだね、インパクトね、呼ばれてるんですけど、うん、俺もこうトレーニングでねこう一回やろうとして、何のトレーニングしてんだよ。エントリーのトレーニングでこう投げ入れようと思ったの、グレネードを、うん、そしたらねこうコロコロって転がそうと思ったんだけど、うん、ちょっと勢い余って3メーターぐらい高く上がっちゃった。バレーボールの なんでこんだけ上げたんだろうなっていうぐらいね。でちょっとそうCQB のエントリー用のね、はいはい、トレーニングだったんで、こう反対側の通路にね飛んでっちゃって、全然違うところで迷惑な人だよね。だからね結構や意識してそうやろうとしてても、やっぱ実際こうね興奮してる中だとうまくできないことありますから。でもさ、あれでヒットされると悔しいのは分かる。うん、生きた球じゃないんだよね、結構バーン、まあ、今のって市販のやつはね、シュルシュルシュルピシッ、はあ、もっとこうすっげえ痛いのとかだったらやっぱ剣山システムが、剣山飛んでくるようなね、パーピシッターってこうヒットー、そう腹ペッコの中に剣山仕様の入れてもらって、たらあーちょっと止血タイム。いやでもサバゲーをしてたらクレームワーとかも今出てるじゃん、うん、ルール上うちも設置できないけど面白いなとは思ってんのよ。なんかいっぱいそういう可能性が出てきたら、今度ドローンにビビダ運ぶやつも出てくるんじゃないかと思ってて、にゃーぷーんにゃーぷーんって立ってくる。それね、航空砲の絡みがあるんですよ。上空から物を落下させると航空砲の絡みがあるんで、また違う法律がね出てきたりするんだけど。あーじゃあ資格持ってる人は OK なのかな。資格持ってても上空から物を落としたらダメなんですよ本来。え、でも肥料を撒くので翼のおじさんが取ってきたんですよ。ああ、まあ、そういう場合でしょ。だから許可を得てるからさ、肥料を BB 弾型にすればいいだけで、うん、それは建前上はそれでいけるけどさ、その場合って撃ち落としてもいいんだよね多分。いいね、あのでっかいこうさ、こう農薬散布用のやつね、何百万もするやつ、数百万するやつ、ヤマハとか書いてあるでしょ。ふぅーってやってきたら、バタ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 、やめてーやめてーってなるよ、やってる方。やめてそれすごい、俺がやってたらもう打たないで彼をやめてやめて全力でこう殴りに行く、やめろっつってんだって。でもサバゲーのルール上は装備品ですからヒットです。一発でもう一発で一発だけにしてっていう、そう撃墜しなくても当てましたよ、当たりました、あなたの装備品です。なんで撃墜してあの何百万で落ちてきたら人死んじゃうからね。バタバタバタ。いやだから現代兵器もサバゲーの味でうまく使いどころかな、うんうん、
まあ現代兵器じゃグレネード全然現代兵器ってことでもないですけど、ね、サバゲーにしてみれば新しいもんね、まだまだだから、まあな、まあフィールドのレギュレーションでね、まあ、そうね、ありなしはいろいろあると思うんですけど、まあ僕らとしては楽しく使ってほしいかなと、ね、もうなんたって今のあの肥料撒く100万円のドローンが最高ありだった、やめてやめて大絶叫する操縦者楽しい、やめていや、いいかなと思いますけど、はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。